気に入り YouTuber さんを語る第9弾でございます。今回ね、ご紹介するのは安住向上委員会さんですね。おそらくね、安住さんという方がね、やられてる女性の YouTuber さんですね。こちらのチャンネルはね、2016年の3月ぐらいからね、動画を配信開始されまして、これでね、だいたいおおよそね、1年経過したというような感じでしょうね。一番最初の動画はね、自作パソコンやられてるんですよね。この辺はちょっと、男性が見ても楽しめるかなと思って。どんな、YouTuber さんかと申しますと、さっき言ったように女性の YouTuber さんで、とにかくね、明るくて元気で、綺麗な方ですよ。最近のね、YouTube、女性のクリエイターさん、幅広いなって思うんですけれども、この方もそんな中の一人だと思います。基本的な、コンセプトって言いますかね。女の子であっても、普通をね、男の人がやるような、DIY とかで、工夫してね、日常を楽しく過ごしましょうよとかね、節約しましょうよみたいなところもあるんでしょうね。で、その実体験を通して、やってみてね、どうだったかっていうのをね、チャレンジする動画っていうような感じでしょうか。例えば、自分だったらこれできないよなとかいうやつを、とりあえずやってみてね、どんな風になったかっていうのをね、どんどんチャレンジしていく動画になってます。で、基本的には週1更新、毎週火曜日に更新されるということなんですけどもね、時々ちょっと早めに更新したりするというところもあります。で、さっき言ったようにね、DIY を中心にした動画なんですけれども、やっぱりね、作り込んでる、しっかりと。なのでね、最近、チャンネル登録者の方が、すごく急激に増えてる感じですね。僕が見たとき、1000人達成しましたって言ってたんですけどね、つい最近ですよ。ただもう、今もうね、1891人？あ、1893人だ。今ね、動画撮ってるのが3月19日なんですけども、もう900人近く増えてますね。やっぱすごいですね。急速に伸びてますね。で、さっき言ったみたいに自作パソコンもやってますし、鈴鹿の8体見に行きましたとかね。あとミニ四駆の塗装、マーブリングっていうのもやってるしね。キーケース小物作ったりとか。あとね、面白いのがね、部屋の模様替えやってんだけど、面白いのが、賃貸でできる部屋の模様替えっていうのが面白いなと思って。だから部屋を傷つけなくても、ちょっとね、お部屋をリフォームじゃないけど、模様替えしてね、工夫しましょうよというような動画を提案してたりとかね、この辺がちょっと面白いかなと思います。やっぱね、素晴らしいところは、YouTube の動画作りの、基本をね、しっかり押さえてるっていうか、クオリティの高い動画は、こういうふうにして作るんだよっていうポイントをね、押さえてありますし、で、もう週1回、定期的に更新してるし、編集もしっかりしてると。でね、見ててやっぱりクオリティが高いなっていうのがもうすぐわかります。これやっぱね、人気の YouTuber になる秘訣だなっていうのがね、いいところかなと思います。で、ただ単にね、そういうノウハウを、その通りにやるだけではなくて、オリジナリティも出してる。感心するのはね、多分初心者の目線に立ってるなっていう感じはするんですよね。多分ご本人はおそらくね、ものづくりに関するスキルは、高い方じゃないかなと思うんですよ。興味もあるだろうしね。でもそのあたり、初心者でも、体験を通してね、失敗しやすい部分とかね、そういうところを要点まとめてポイントを紹介するとか、そういうやり方がすごくリアルで、動画見てる人も、その共感が持てるとか、参考になるっていうところが多いんじゃないかなって思うんですよね。
まあやっぱりね、こういう女性クリエイターね、多彩で本当面白いと思います。YouTube の世界ってね、まあ本当広いなって思う、そのね、代表的な動画じゃないかなと思うんですよね。こういう方がいるとね、なんかこう、いろいろ、広がるなと思うんですよね。まあこんな感じの動画なんですけどもね、なんかちょっとね、ビビッと来たと思った方、もうね、これぜひね、チャンネル見た方がいいと思いますよ。この詳しい内容はね、動画の説明欄の方にアドレス、リンク貼っておきますので、皆さんよかったらね、またご覧になってください。